はい、今日は福島県の福島市の中心部に来ております。正面が福島駅です。そして駅ビルエスパルがあって、で駅の正面からまっすぐ駅前の通りがありまして、ここが一番の繁華街です。この繁華街を歩いてみたいと思います。福島市中心部散策動画にいたします。じゃあ宇野田さんが動画を撮ってる間に店を探していきますか。はい、まず福島駅の正面のこの右角に立つ巨大なデパート、昔デパートであったものが解体準備に入ろうとしております。はい、テープがベタベタ貼ってます。もう閉鎖しております。あそこまでずっとワンブロック。そしてこのデパートだけじゃなくて、その左側にもう解体用の仮囲いがされてるんですけど、この広さが半端ない広さで解体しようとしております。ここに巨大なビルが建つみたいです。確かにこれも古いビルです。戸田建設 JV 佐藤工業も入ってる福島の地元ゼネコンですね。左側には飲食店が並んでおります。これです。ちょっと遠くて見えにくいですけど、何階建てかな、なんか巨大な建物が、新しい建物が建つみたいです。上にホテルが入る感じですね。はい、で確かにこの今解体のために閉鎖されてますけど、まだ解体前の建物を見ると、もう JR の福島駅のすぐ近くというのに古い建物が確かに並んでます。これはやっぱり解体するべきでしょう。こう奥行きもかなり広いです。ここが一体開発されるとすごい建物になります。おお、この一角が全部今解体されて新しいビルが建とうとしてます。でも古いね、確かに。ですよね、見るからに。ここは郵便局もちっちゃいし、今度こっち側の昭和さが目立ちますよ、ほら。こっち側ね、だってセブンがこの場所に平屋で建つっていうのがおかしいですけど、贅沢すぎますぞ、普通ビルの中に入るんだかと思ったけど。大和証券のこのビルは綺麗じゃん。多分、まあ綺麗じゃないね、古いね。宇野さん、ちょっと間違いを恐れずに言うと、多分セールかなんかが入ってます。ああ、そうよね、そんな感じよね。デパートみたいな。西武百貨店じゃなくてリビンかなんか、昔あの錦糸町の、のリビンみたいな感じのがあったんだと思います。もうデパートってなくなってきてるよね、地方は。都会でもなくなってました。確かに、東京だけ。そしてこの近代的なオフィスビルみたいな建物は福島県立医科大学保健科学部になってます。大学です。大学です。確か昔福島西部にリビンみたいなのがあった気がするんですよ。駅前通り、都会ですね。廃墟になってませんか。あ、確かにデザインは綺麗ですけど、廃墟ですか。廃墟やね、なんかハイブランドの店みたいなデザインですけど、なんか鳩の糞がいっぱいついてるみたいな。おそらくこの栄町という交差点が中心部中の中心部の交差点になるんじゃないかと思われます。でこの、うわ、大学のこの立派なビル、奥行きがすごい広いですぞ。ですぞじゃなかった。だから神野さんの真似してですぞになってしまったんですぞ。しかもここで
こっからちょっとあの辺まででこの駅前通りは終わりなんですか、あそこまでで。ここからがちょっと一気に幅が取られて、はい、そしてカウンタックが来ました。カウンタックと BM が競い合ってます。3000万ぐらいじゃない。じゃあレクサスと変わんないですか。レクサスの新しいスポーツカーと変わんないぐらい。なんでレクサスはそんな高いんですか。今度新しく出したよスポーツタイプで。この駅前通りの広い通りから左右につながる大通り栄町交差点を過ぎると少し幅が狭くなって、ただこの周辺にもビルが立ち並んでます。どうですか森山駅前と比べて。で、綺麗なマンションがあります。はい、駅前依然とスペース的なのがあります。本当だね、ここは綺麗やね。市民たちが交流を図ります。どうですか郡山と比べて。雪が残っているから気をつけてください。さあ大吉さん、郡山の雪、このビルは綺麗です。はい、そうですけど、ローソンが入ってます。郡山と比べて、はい、一気に細くなります。で、段階的に駅前通りが広くなって狭く、狭いっていうかこれ雪があるからかな。いや、もともと狭い。で、さらに狭くなって、はい、歩道が広くなります。で、一方通行になって、こっちにビルが立ち並んで。名前が変わりました。確か。駅前通りからなんとか通りになる。はい。ここは一方通行ですけど、ここにもビルが立ち並んでます。ここは金融街やね。常陽銀行、きらやか銀行、その奥に秋田銀行、秋田銀行、東方銀行、野村証券、第一生命、金融系が並んでます。金融街ですね。この辺のどっかで会議を。はい。お、日銀福島支店があります。さすが県庁所在地、すごい。郡山にはできないですわ。野村証券、どうですか。 SMBC 日興証券もあります。こんなところに福銀があったらびっくりですな。福銀といっても福岡銀行見慣れた水色の看板があって、というか都市銀行は水穂しかありません。この駅前通りいいじゃん、ずっと。いいんじゃないですか。ホテル三共という大きな建物があります。そして東方銀行のビルはなんか改装してますね。そうですね、改装ですね。うん、本店？多分巨大なビルです。多分改装店だと。向こうの福島銀行の高層ビルに対抗しようとしてます。そうですね。でも福島銀行のあの巨大な高層ビルには負けますね。そうですね。さすが福島市の大都会、どこまでもビルが続いて、金融街、東京海上、日動、明治、安田生命、保険会社が続きます。そして大東銀行、西沢書店、はい、この巨大なホテル、この先のあのなんちゃらホテルのところまでが一つの、はい、そうですね、そこまでですね。ホテル三共、このホテル、はい、一等地に駐車場がありますね。
ホテル三郷って綺麗じゃん。中で会議した記憶が会議室で。上町テラス。はい、ここまでやね。うん。この大通りまでが駅前の通り、駅前通りから名前は変わるけど、駅前からの直線距離です。はい。そしてこの大原総合病院ってものすごい巨大な建物です。梅野さんに謝らないといけないことが出てきて、でもそんな大したことないです。はい、そしてもう一本の駅前通りから一本入ったこの広い通りが、この通り沿いにもオフィスビルが立ち並んでます。はい、そしてこの正面に黒い外壁のタワーマンがあるんですけど、おそらくこれが福島市で一番高いビルじゃないでしょうか。福島銀行本店とどっちが高いかっていうくらい。そうですね、まあ同じぐらいかな。でも調査してないんでどれぐらいの高さかわからないですけど、確実に100メートルはありません。調査というか福島県の超高層でググったときに郡山の3棟しか出てこなかったとです。そうです、福島市は出てきませんでした。別に高層ビルファンの方以外は関係ないんでしょうけど、この通りは広いです。ただ真ん中の部分が草ぼうぼうになってます。でオフィスビルが並んでるんですよ、結構。そうね、でもなんとか生命っていうやつばっかですな、田舎は。田舎じゃないや、だから田舎ではないけど、なんとか生命と言いながらそれが全部あの保険会社のビルじゃなくて、はい、賃貸です。いや、そうでしょう。はい、賃貸ビルを建てれるのは保険金で金がザクザク入ってくる保険会社と、儲かってるかどうか知らないけど、今金利が低いからあんまり儲かってないかもしれないけど、銀行ですね大体。そしてなぜか地方の放送局も立派な建物を建ててます。そして NTT 系ですね、大きい建物は。それと病院です。だから梅野さんがなんか立派な建物よねっていうのは大体病院じゃないですか。それは地方の地方です。福島とかの都会になるとちゃんとオフィスビルが、金融系がずらっと並んでます。はい、はい、この辺りで福島市、駅周辺の中心街散策動画を終わります。